皆さんこんにちは、フィットネスメンターのヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回は背中の筋肉、広背筋、僧帽筋、チューブ、そして下部を鍛えるトレーニング動画をお作りしました。ボコボコした分厚い背中を作るトレーニングとなってます。このトレーニングは40秒筋トレ、そして20秒休憩の4分間となってます。このトレーニングの効果を最大限に高めるために肩をすくめないように常に意識してやっていきましょう。肩甲骨を開いた時に背中を丸めるイメージです。そしてお腹とお尻でしっかりと骨盤を固定させ続けていきましょう。じゃあ行きましょうか。威圧感のある背中ということで、今回ですね、背中、広背筋、そして僧帽筋、チューブと下部をバチバチに鍛えるトレーニング動画となってますので、ぜひ鬼の背中を作っていきましょうか。しっかりと肩下げて肩甲骨開いて、最初はハイプランクをやっていきたいと思います。この時に背中を天井にぐーって丸めてみてください。肩甲骨の開き方がよくわからないなという方は、肩で地球をガーって押すようなイメージですると肩甲骨が開いてくれます。肩甲骨が開いたら、あとは背中を丸めるようにして天井に持ち上げて、常に高く持ち上げていきましょう。そろそろ肩甲骨が少しずつ閉じてくる時なんですよ。なのでここからもう一度肩甲骨を開き直していきましょう。肩すくめないようにだけ注意してくださいね。しっかりと骨盤は下腹、そしてお尻、足なので固定させていきましょう。しっかりと骨盤固定させたまま肩甲骨を開いていきましょう。 OK です。20秒間休憩していきます。フィットネスメートルはこのような形でトレンド動画実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方は、よかったらチャンネル登録、よかったら高評価の方もお願いいたします。先ほどのトレーニングでは僧帽筋と広背筋同時に鍛えていったんですけど、今回は僧帽筋チューブをメインに鍛えていきたいと思います。ひし形の形で生えてるんですけど、肩甲骨の周りにあります。なんで肩甲骨を閉じて開いてと、この水平方向をすることによって僧帽筋バチバチに鍛えれるので、しっかりと肩甲骨をゆっくりでいいんで閉じていって、筋肉で肩甲骨を開いていきましょう。開いた時に天井に背中を持ち上げるようなイメージで、そしてゆっくりと筋肉の収縮、真横に、背中の真横に生えてるんで、なのでこの筋繊維を縮めて伸ばして、肩甲骨を閉じると筋繊維が縮まって、肩甲骨を開くと筋繊維が広がって伸びていきます。そのままいきましょう。OK です。20秒間休憩していきます。体作りにおいて食事管理はめちゃめちゃ大切なんですよ。そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったら概要欄をチェックしてみてください。じゃあ次の種目はエレベーティッドハイプランク。最初のハイプランクと基本的には一緒なんですけど、少し足を頭の方に近づけてみてください。お尻が上がっているような状態ですね。でそのまま肩下げて肩甲骨を開きます。なんで肩甲骨をさっきは真横に開いたイメージだったんですけど、ちょっと頭の方にいってんですかね、上側っていうんですかね、に肩甲骨をガーッて開くようなイメージで、背中を天井にグッと丸めるようにしていきましょう。あとはそのままピタッと止まっていきましょうか。マジでわかります。バリきついっすよね。ここからもう一回意識入れ直していきましょう。集中し直して、肩すくまないように気をつけて、肩甲骨開いてしっかりと背中で全身を支え続ける。残り3秒間そのまま耐えていきましょう。 OK です。20秒間休憩していきます。インスタグラムの方では回数でできる筋トレ動画を投稿してます。あと最近ですね、プランシェという技に練習を今ですねできるように頑張ってるんですけど、その経過をツイッターとインスタグラムのストーリーで投稿してますので、よかったら両方ともリンク概要欄に貼ってますのでチェックしてみてください。じゃあラスト、エレベーティッドオープンスキャプラということで、さっきのエレベーティッドプランク、ハイプランクに肩甲骨を閉じて開いてと、これで一気にさっきと全然角度が変わってくるんですね。普通のオープンスキャプラと違って刺激の入り方が変わるんで、僧帽筋下部に向けて広背筋とバチバチに鍛えることができます。肩すくめないようにだけ気をつけてください。そして肩甲骨を閉じた時に肩すくみやすいんで、閉じないように、閉じた時にごめんなさい、肩がすくまないように、そして肩甲骨を開く時にちょっと上に開くようなイメージで開いていきましょう。しっかりと筋肉で肩すくまないように肩甲骨の閉じ開きをやっていきましょう。 OK です。お疲れ様でした。最後めちゃめちゃ噛んじゃいました。マジで申し訳ないです。順次に大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。